キン自粛で恐縮、カラクリ箱 DSS。 で駅から歩いてきたんですけど、風すごくって、もう荒木宏彦の世界みたいな髪型になってます。山形県の、鶴岡市の緑食堂っていうところに来てます。大森ですごい有名なところで、こういう時期だからやってるかなと思ったんですけれども、やってましたでカツカレー、やっぱり庶民の夢じゃないですか、カツカレーって。チェーン店とかだとめっちゃ薄いカレー、めっちゃ薄いカレーじゃない、めっちゃ薄いカツとか多かったから、こういう定食屋のカツカレーってやっぱり憧れなんですよね。値段が結構みんな安くって、ちょっと楽しみに待っています。緑食堂ではカウンターというものが存在しません。テーブル席、座敷、2階の大座敷席という形になってます。東京に慣れているとちょっとスペースが贅沢に感じるかもしれませんね。それではメニューを待ってみましょう。すごい真上から撮ったら全然わかんないでしょ。これだんだんこう角度つけていくと、ほら山になってんすよ。すごいスプーンのサイズがこんな感じなんですよ。てかお皿がもうお盆だもん。お盆の上にお盆乗っかってるもん。いただきます、ね、こうして並べると分かるでしょ、このサイズ。あまりの量に他のお客さんから、重量だ。いただきます。ちょっと甘みがある。あ、でもなんだろう、しかし何か違和感を感じる。その正体は辛口、辛みがね後から結構くるんですよ、食べやすい、美味しいかも。もさっき食べる前に今前工場言ってたじゃないですか。でここ、これですよ、すごくないですかこれ。これもったいね、食べるのめっちゃもったいないんだけど肉も美味しいんですけど、衣がなんかすごいカレーに負けてない、これだけ厚みのあるカツなのに全然火がしっかり通ってて、だけど柔らかいんですよね。火が通り過ぎるとお肉って硬くなっていくじゃないですか。全然カツカレーに正解でしたね。カレーのソースが普通のソースの代わりみたいになって、めっちゃ美味しい。野菜も一緒に乗っかってるんですよね、お皿の中に。一つ一つの大きいから一緒に食べれないんですよね。ちょっと二人いてなんかレストランとかでよく歌がこんな感じでスプーンとフォーク持ってるような、なんか縁あるなと思って、わしは豚かみたいな感じでした。自粛要請期間に入ってからみんなテイクアウトって始めたじゃないですか。でもここの店って昔からテイクアウトやってて、でそのテイクアウトっていうのも最初に頼むっていうのもあるんですけど、やっぱり量が全般的に多いんですよね。それで最初に頼んだ人なんかは、うわなんだこの量みたいな感じになっちゃって、ごめんなさい食べきれませんっていう人もいるんですよ。残った食べれないものも一応持っていきたいですっていう風になったら包んでくれるっていうことをやってくれてるんですよね、個人的にそういうのがもう DS としてはすごい好きで、いや食べ物ってあんまり粗末にしたくないんですよ、でせっかく作ってもらったのになんか残るもったいないから、それを最後まで食べれるっていうのはすごいいいことだと思うし、ていうか純粋にうちにも持っていきたいって。で今こういう世の中になってテイクアウトどうぞみたいな感じになって、あしかもここの緑食堂テイクアウト頼むとなんと50円引きなんですって。すいません、ビジョンをカレーメインにします、カツカレーメインにしますこんなおっさんがね、ずっとおっさんの
顔ばっかり見せてます。もないそういえばそうなんですよね。大盛りのやつを食べるときって自分のところから食べていくとカメラ目的に全然減らないように見えるんですよね。本当は外からこう食べていかなきゃいけないんだけど。端っこのカツが特にすすごいでしょ。今多分ノンストップで撮ってるんですけど、ここまででやっと半分って感じですよ。なんかレモンを絞ってるのかな。なんか全般的に野菜はレモンの味がする。なんかこういう仕事してくれると嬉しいっすよね、うん、なんか昔東京に牛丼太郎っていうのがあって納豆丼っていうのがあったんですよ。でそれもあの納豆のパックをポンって出されるより簡単な話なんですけど、パックに少し店員さんが混ぜてくれた納豆を上に置いてあるだけでちょっと豪華に感じるんですよね、うん、なんか江戸前寿司とかもそのまま、まあ、お寿司の起源ってなんか日本のファーストフードっていうくらいお魚の切り身にご飯を乗せたものを江戸時代に出してたらしいんですけど、それをあの江戸前の場合はなんか全部一仕事してるんですよね。ただ醤油につけてどうぞじゃなくて、なんかちょっと煮たりとか軽く叩いたりとかして味を出したりとかして、うん、とか、うん、そこまでしてもらってもありがとうございますって感じなんですね。ここでこの大盛りカツカレーを食べながらとあることを感じてしまう。食事のマラソンみたい。ペース配分をしっかり考えていかないと最後まで美味しく食べきることができない。最後の2切れをソースと醤油でちょっと味をつけて食べたいな。うん、やっぱりこれはこれで美味しいわ。あの酸味が強めのソースがちょっと肉の味を引き立てるんですよね。ここでこのカレーを食べながらとある漫画のことを思い出す。昔のアニメで銀河鉄道999っていうアニメがあったんですよ。で銀河鉄道999のアニメの中で主人公の鉄道っていう男の子が、まあ、ちょっと電車に乗って旅をするんですけど、その電車が緊急事態になるんですよね。とてもじゃないけどご飯が食べられないよっていう付き添いの女、なんか美人な女のメーテルっていうのに言うんですよ。でもメーテルはあの鉄郎どんな時でも食事は食べられるようにしなさい。でないと今度いつ食べられるかわからないから、そして食べることによって心がポジティブになっていくのよみたいなこと言ってたんですよ。でも本当それで半年前とまあまあ状況が一変してるんですけど、まあ、それをもう違うっていう風になって、まあ鬱っぽくなってるよりだったら美味しいものを食べてよし明日も頑張ろうみたいな感じの方が絶対いいと思うんですよね。あれだけあったあれだけあった大盛りがもう終わりですよ。もういつもね、いつも何でも終わりは来るんだなと思って、うん、もうモンヤカレーとかめっちゃ重いじゃないですか。でココイチにはすごいサラサラしすぎてるし、そういう意味ではあちょうどいいっすまあちょうどいいって言うとまあ僕基準ですけどね数値的に表さないとずるいっすよね。あのそれこそ自粛期間の小池都知事の今がギリギリです、もうちょっと頑張っ皆さんで頑張っていただいてこれから一丸となってやっていただければ封じ込めれると思います。いや基準ないしと思ってでじゃん、まあ、傾ける必要もないですよね映像がお盆目線になってるけど、まあ、こんな感じで完食しました、うん、初めて来る人だと駅から遠いしバスが本数が意外と少ないですよね。電車が鶴岡から、新潟と秋田を結ぶ1本しかないんですよなのであの、まあ、僕もそうなんですけど駅から頑張って歩いてくるしかないんですよね、まあ、その分お腹空いてるからいい、まあ、ビンビンの関係なのかもしれないけど、そうそうそう
ちょっと来るのには初めての人は迷うかもしれないですね。よいしょ、うん、でも、まあ、それを補って余りあるボリュームと美味しさは絶対あると思うので、もし機会があったらぜひぜひ来てみてください。まあ、久しぶりの食レポでしたねずっと自粛期間が長かったから意外と口が回らないし、何を喋っていいかもわからないけど、まあまあまあ、僕自体は楽しんで食べれたので良かったと思います。山形県の鶴岡市緑食堂カツカレー大盛り完食です。じゃあまたねー。